はい、かためきちゃんです。5日目の集まれ動物の森、遊んでいきます。何してた今ね。あ、放棄してたのか。今日はね、博物館がねできてると思うんで、それが楽しみです。ただ仕事終わりにもう寝る準備までしてさ、このね遊ぼうとするとやっぱ10時過ぎちゃうなと思って、それがすごく悲しいけど、つぶきちまめきちに会えないっていうね、それが寂しいけど、もうしょうがない。あ、パンジーが黄色く、でもまだ花咲かないね。はい。はいはい。うん。博物館。あー、そうそう、勧誘したよ。はい、行きます、行きます。もうどんどん展示する今日。ありがたい。行くよ。すごい、一日でこんな作って すごい、すごすぎるよ。はい、本当に貝がないね。あ、もうあげるあげる。化石いっぱいあるよ。とりあえず鑑定し、じゃあいっぱい寄贈してから行こう、見に行こう。よし。よし。行くよー 行くよ、行くよ。じゃあ右から。いや、どうしよう、どっちから行こう。どこから行く？化石。化石はまあ今までと、ほーもうすごい、もうすごい、もうすごい、もうすごいわ。何これ、非常口、非常口じゃない、ベル、防犯ベルみたいな。もうすごいんだけど、待って待って 何、もうなんかすごすぎて行きたくないんだけど よし。なんかこれなんていうの、分おお。え、イカここにあるの？え、イカ？すごい。三葉虫。すごい。すでにすごい。こんなのだって映像で見てないもん。ああ。完成させたいね。あれじゃん。隕石じゃん。隕石。こんなのあんの？はやー。あ、これ完成しそうじゃん。これ、なんて呼んでるんだろう。これ、住民もさ、いっぱい来てほしいよね、ここに。マンモス。あ、これだ。人族なんとかかみたいな。メガセロプス。すごい。なんか、サルかのネズミかウサギかみたいな、最終的な。あ、鳥がさ、だから鳥がさ、待って、これ、辿っていきたくない？多分ちゃんと考えられてるんだよね。あ、で、あ、待って、これ自分ここってこと？人か？そういうこと？そういうことだよね。猿かでしょ？人と猿で。へえ、すごーい。だ
だからさ、これ鳥とか分かりやすいからさ、鳥のとこをさ、これまたどってったらプテラノドンとかのとこに行くってこと？これを？これ行ったら？そっか、だから一番最初に原点がさ、アンモナイトとかさ、そういうちっちゃいさ、微生物系の、微生物系がこっちに来てるんだ。原点だから？やばー、学べるー、学べるよ。そういうことかな。そういうことだよね。だから、すべて、ここが原点だ。何この勉強できる。あつ森。原点。すべてのこ、海の一番最初の微生物から、こうやって分かれていって。え、じゃあこことか何来るんだろう。はあ。ちょっと待って、もうさ、ここだけでさ 動けないんだもん。何回も見に行っちゃう、こんなもん。コンプしたいね。これはコンプしたくなるわ。で、待ってよ。これマンモスだろ。あ、マンモス、ゾウじゃん、ちゃんと。ほら、すごい。これはすごいよ。マンモスとゾウの、ゾウと分かれたら、アリクイ？へぇ、まん、ゾウとアリクイ、こんな感じなんだ。あ、てかこれなんでここにイカがあるんだろうと思ったら、あれかな、こう、甲殻類とさ、なんだっけ、軟体、なん、っていうことだね。ちょっと、言葉が出てこないけど、だからアンモナイトと、似てるってことだよね、イカがきっと。じゃあ、個人的には水族館が好きなんで、虫から最後に。好きなものは一番最後。なんでね、水族館みたいなところは、わー、動植物、植物園みたいな。蜂の巣ついとる。はっ、あー、自然。わっ、でっかい木ついてる。広いんだけどー。広いよー。これカブトムシとかのさ、そういう気が来るんでしょ？ヘラクレスとかさ。あー、虫はまだ全然なんだね。結構さ、待って、魚いるじゃん。コイじゃん。コイ、お前は虫なの。コイこっちに来るんだ。コイー。アゲハチョウ、モルフォチョウ。あー、もう、もっといっぱいたくさん、あっ、錦鯉。なんで声がこっちにいるんだ？繋がってるのかな、もしかしてあっちと。てか2匹いるし。そう、やっぱりさ、ダイレクトの時にさ、同じ虫とか魚2匹いるなと思ったんだよね。いっぱいいるんだ。1回寄贈するとたくさん寄贈されたりするんだね。なにこれ？裏側じゃん。あ、でもこういうとこあるよね、水族館。タランチュラいるー。あるよね、こういうさ、なんか水族館の。すごーい。じゃあこういうとこってさ、普通は入れないやつじゃん。ここ仕切られててさ、誰でも、あ、蚊がいる。すごい。あ、さなぎから出てきてる。蚊がいるよ。蚊はキムワイプじゃない？これ、待って待って、これ、キムワイプ。細かい、キムワイプだよ。なんでこんなとこにキム、研究施設だから？あ、アリじゃん。もうここアリが来ます、みたいになっとる。オケラかな？すごい。すごいしか言ってない。おー、ダンゴムシ！ダンゴムシ！でも結構リアルなサイズ。いや、でもでかいか。手のひらに乗ってもでかいわ。はっ！違うとこに出てきた。モルフォチョ。あ、これはダイレクトのあれだよー。あー、こっち多いぞ。こっち蝶々多いぞ。いや、違う。モルフォチョがいっぱい。いや、モンシロチョウもいっぱいいる。いや、いっぱいいる。カタツムリちゃん。あ、てかさ、アジサイある？待って。てかさ、これもさ、明るい時間に来た方が
綺麗なやつじゃん。写真スポット撮りまーす。さあ、じゃあね、じゃあね、水族館に行きたいと思います。ほう、金魚、贅沢な金魚だな。てかこういうとこ本当に、どっもいいいいいい、いやマジでずっと見とれる。わー、一匹もいねー。わ、あれじゃん、滝寄りにいる魚みたいなさ、細か、チョウザメ、イワシ、アジか。はあ、広すぎない？広すぎない？うわ、やばい、あれアジ、カジキー。何が群れをなしてる？アンチョビ、アンチョビ、アンチョビってあんな感じなの？へえ。あ、うん、アンチョビってイワシの子供ってこと？ちょっとわかんないぞ。アンチョビだ。アンチョビってイワシ？ちょっとま、今度調べよう。もう水族館行かんでさ、あつ森でこれ見てるだけでさ、もう満足だもんね。しかもなんかさ、人いないからさ、めっちゃ贅沢じゃん。もう貸し切りみたいなもんだからね、これを。めっちゃ贅沢な。なにこれ？なんでここ入っちゃダメなの？なんか来んのかな？なんか来そうだね。こっち向きになるってことは。あんこ。わあ。深海魚もいっぱい。シーラカンスとかここ来るんでしょう。ね。あっ、こっち。来てない。クリオネ。クリオネいっぱいいる。こう、クリオネのさ、威嚇とかはさ、博物館で見れるのかな。あ、これあれじゃん、下覗け、イルカみたいなさ、なにこれ、水中トンネルじゃん。うわー、水中トンネル、おい、海魚。わっ、タイが2匹いるし、スズキが小さく見える。ヒラメ、イカー、イカちゃん。ここすごい。こんな水族館は見たことない。こんな水槽でこんな通路あるとこ見たことない。あ、タツノオトシゴにハリセンボンと、これなんだ、これ何、サメ、カサゴとイシダイとか。え、カレイの裏側。ま、リアル！裏側も綺麗！リアルなんだけど、ちょっと。はーい。じゃあ、5日目のね、私の集まれ動物の森、終わりたいかなって思います。また明日も遊んでいきたいと思います。バイバーイ。